さあということで今回もやってまいりましょう。どうもラルでございます。ちょっとにゃんこスロットタイム、ちょっと回していきましょうか。そういえばなんだかんだでまだ2回目やってなかったんでね。じゃあ行きましょう。はい、さあということで今回さ、あの11周年仕様のスロットに関してはあんまりなんか出目の数が少ないような感じがするんだけど、気のせいかな。こないだつってもね、ちょっと前にあれ100アカンとかな、あのなんかひたすらずっと回すね、あのねよくわかんない動画上げたんですけど、その時にやって思ったんですけど、あんまり今回なんか出目がね少ないような感じもしますけど、はい、ということで今回はこちらでございます。これいくつだったっけ。数に関してはさあ162か、まあ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 いいんじゃないですか。はい、合計1173でございます。これどの出目が一番良かったんだっけ。もうあんだけ回してもさ全然覚えがないんですけど、はい、いやじゃあ早速本題に入りましょう。んーでは今回ですね、やっていく内容に関してははい、こちら、今回はこちらの期間限定コラボステージ、海岸の土台の襲来に挑戦していこうかなと思います。久々さあ、ということで早速やっていきましょうか。もうこのステージもめちゃくちゃ久々だよね。ドロイドに関してはまあたまに出てくるステージなんですけれども、そういえばこのねサバカに関してはまだゲットはしてたんか、ゲットはしてるんだけれども、多分第3形態のほらね、そう権利の方はまだゲットしてないんで、今回は海岸ステージの方やっていこうかなと思いますよ。ほんでもって、ちなみに、海岸ステージに関しては超激ムズで止まってるのか。ってなると、このステージちょっときつかったのかな。あ、いや、やってないんかよ。なんだよ。やってないんか、そもそも。なるほどね。いや、久々すぎて覚えてないんだけど。ドロイド。じゃあさ、せっかくだからさ、編成にさ、ドロイド入れましょうか。あのキャラクターもね、本当に使う頻度がね、もう年1回あればいいぐらいなんで、せっかくなんで今回使っていきましょう。編成どうしようかな。何がいいかな。なんか、ちょっと待って、絶妙な編成ばっかだな。じゃあいいか。この編成にいろいろ突っ込んでいきましょう。せっかくだから。ドロイドは確か EX キャラクターじゃなかったっけ？あれ違うんだっけ？ドロイドさんはどこだ？ドロイドさん。あー違うのか。EX じゃないな。これレア、ん？レアっぽいですね。マジかよ。EX かと思ったけど違いましたね。あ、いたいたいた。はい、ニャンドロイドでございますね。第2形態に関しては。第3形態になるとピンク色になるんですよね。はい、で、このキャラクターに関してはメタルな敵に打たれ強いと。待ってよ。今から挑戦するステージに関してメタル出てくんのか？出てこなかったらまあいいか。まあせっかくだから使いましょう。ちなみにドロイドに関してはまあ範囲攻撃で、まあ海岸ステージってどうだったっけ、あんまり難しかった思い出はなかった気がするんで、そんなにがっちり構えなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけど、どうしようかな。さすがにこれちょっとニャンコンボちょっと入れすぎなんで、これに、どうしよう、クロダルはやめとこうか。さすがに彼入れちゃうと結構なんかあっさり終わっちゃいそうな感じがするんで、じゃあそうだね、まあたまには、ああじゃあ第2形態は猫ムートでしょ、猫ムートとウルルンかな、これでやっていきましょう。でまあメタルな敵に打たれ強いって書いてあるんで、もしかしたらステージでメタルが出てきたりしないかな。あれどうなんだっけ、ちょっと待てよ、超上級に関しては、あ出てこない、なんだろうな、何が出てきたんだっけ、ちょっと待って本番から確認するか。あ、ちょっと待って、ステージの途中なんだけど、確認できないや。じゃあもういいや。見ずにやっていきましょう。あともう一体なんか入れたい。何がいいかな。いや、じゃあ超特急でいいや。よし、オッケー。じゃあとりあえず、これでやってみましょう。超上級、参ります。さあ、ということで早速やっていきましょうか。で、そう、サブアカに関してはあれね、ゴールド会員じゃないので、スピードアップは今回使わずにね、ちょっと節約していこうかなと思います。最近結構使いすぎたんでね、そう、ゴールド会員になってもいいんですけどね、そうするとなかなかね、開かなくなるんで、それをちょっと防止するためにね、できるだけ使わずに、もういいや、もうとりあえずやっていきましょう。で、序盤に関しては白い敵しか出てきてないんだけど、こっからだね、こっから多分どうせ白攻撃したらボス戦が始まるかなと思うんで、まあ、それまではね、一旦、とりあえずお財布だめましておきたい。なんだこれは、ゴリラ祭りだな。うん、どうしたどうした、何、じゃあ取り巻き全部白い敵なのかな。それだったらすごい楽なんですけどね。どうでしょうどうでしょう、よし、オッケー。あとはオッケー、ウルルン出せばもう大丈夫じゃない。でドロイドもとりあえず出しておきましょう。あコストは低いけど生産スピードこんな遅かったの、割と、なんだ、壁要因かと思いきや、そうではない。でも意外と絶妙にでけえな。なかなか、のっそのっそ動いておりますけども、遅いな。さあ、ボス旋回地でございます。あ、メタルいる。あーって、ハイエナいるんだけど、ちょっと、ニャンドロイドに目を奪われててさ、
いやまあ1体だけなら大丈夫じゃないかな。大丈夫かな。まあまあまあいいや。メタルに関してはただのね、メタカバなんで、これで超ついたら結構めんどくさかったけど、それはなさそうなんで大丈夫かな。あ、オッケーオッケーオッケー、よしオッケー。クニオで、クニオ&こいつなんだっけ、ヒロシだっけ。あ、ヒロシ、あ、やられた。あ、なんだっけ、ちょっと待って、名前なんだっけ。あ、リケだ、全然違ったよ。あーでも、一撃強いな。あれ何、待って、ハイエナの一撃じゃないよね。ちょっと待って、え、こんな強かったの。おい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 、待て、危ない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 、そんでもって、ちょこれ、あー大丈夫かなこれ。ちょあ、ヤンドロイドがさ、こいつ何してんの。あ、待って、あ、オッケー、ハイエナ倒せたわ。あ、よかったー。おしよしよし、ヤンドロイドが、ちょ、お前何やってんだ、頑張れ頑張れ頑張れ、もう一発で退場か。これはまあ本当に、まあ、まあ使えるだけ全然いいんですけどね。いや、あ、でもオッケー、力がすごいね。ほら地道にね、ほらドッジボールでひたすらね攻撃してるんで、その加減もありまして、あともう少しだな。こっから押されちゃうと結構めんどくさいけど、あーでも、あー力やられたか。あーやばいか、やばいな、結構強いぞこれ。第三形態のさ、このドロイドの名前なんだったっけ。こいつなかなか一撃がやばいかもしんないな。やばいな。この動き何よこれ。よしよしよし、今のうちだ。今のうちだ。よし、オッケー。あー、強い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 。壁がなんか結構あれだね。いやー、また来たか。なるほど。時間経過で、あれなんだね。諦めずにハイエナが出てくるのか。やめてくれ、もう。出てこないで。あ、でも、あー、まだ、もう少しでいける。ほら、地道に削ってるおかげもありまして。なんだかんだね。いやー、でも、ムートと、どうしようかな。そろそろ生産できるんだけど、なんか今回なんか絶妙でしたね。あ、いけるぞ。もう少しでいけるぞ。今回の MVP は、リキ&、これ、クニオだぞ、これ。ほら、このコンビ、さすがだね。さすがだよ。よし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 、いいぞ、あともう少し。よし、次の一撃でいけるな。これで、あ、いや、あ、危ない危ない危ない。あ、待って、ちょっと危ない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 。あ、もう押されちゃったよ。いけると思いきや、いけると思いきや、いけた。よし、オッケー。さすがドッジボール。やるね。ということで終了でございます。やっときましたね、ドロイド第三形態。ということで、じゃあ、早速、進化させていきましょう。いや、なかなかハイエナきつかったな。よし、じゃあ早速進化させようかなと思うんですけど、その前に、そうだ、これだ。猫の結婚式さ、サブアカの方でまだやってなかったんで、ちょっと猫缶回収していきましょうか。じゃあこれは家をしときましょうかね。これ、あ、正直者は嫌いじゃないにゃ。はい。でもちょっぴり寂しいのはどうしてにゃ。ところで衝撃な、あ、ここでこれ戻るんだね。なるほどね。じゃあこのまま行くと、はい、もうこれはもうね、一回読んじゃったんで、全部ね、この猫のね、間違いっていうことで。さあ、こっからでございますよ。猫缶の方がね、結構もらえるからね、これかなりでかいよ、マジで。ほら、777個でございます。ということで、あ、まだか。次でいけるかな。はい、ってことで、猫缶回収でございます。これはでかいね。じゃあ、早速ですね、ドロイド進化させていきましょうか。はい、ということで、こちらでございます。じゃあ、早速ですね、進化ボタンを押していきましょう。はい、ということで、進化達成おめでとう。ということで、春ドロイドか。なるほどね。春でございます。今、大絶賛、冬でございますけれども。はい、ということで、進化させました。まあ、今回に関してはあれだよね、あの、Google の、なんだっけ、まあ、なんとかかんとか部門に入ったっていう、多分記念かなとは思うんですけどもね。じゃあ、とりあえず進化させたので、毎度恒例、下のテキストの方を読んでいきましょうか。ちょ、せっかくなんで、第一形態からいきましょう。もう久々すぎてね、ちょっと見ていきましょう。体力を多く備えた盾用のキャラ、タンク猫よりもダンスが上手い、メタルな敵に打たれ強い。という感じでございます。次、第二形態いきましょう。体力を多く備えた盾用のキャラ、油性マジックで描かれているので、水にも強い、メタルな敵に打たれ強い。という感じでございます。で、最後第3形態でございます。体力を多く備えた盾用のキャラに季節限定カラー登場、価格据え置き、生産能力アップを実現、メタルな敵に打たれ強いっていう感じでございます。多分ね、今年初じゃない使ったの。あ、もしかしたらレジェンドか戦慄、あ、じゃあ戦慄じゃねえや、地底迷宮で使ったかもしれないけど、まあ意識的には使ってないんでね、まああれカウントしなければ多分今年初かなとは思うんですけども、ということで、ハルドロイドでございます。じゃあどうしようか、このキャラクター使ってさ、なんか残りそうだ、やってないのがあるんで、これだ、黎明期からの使者ですね、これやっていきましょうか。
全8ステージって、ちょっと待って、なんでさ、ちょっと待って、なんか中途半端だな。嘘、2ステージでなんでやめちゃったの俺。なんで心折れたんかな。あれか、ドロップしてやめちゃったのかな。いや、もう最後までやれって話ですけどね。まあ、多分これそんな難しくないんじゃないのかなと思うんで、まあ、ほぼゴリ押しでやっちゃっても良さげな感じがするんで、どうしようかな。これでいいかな。じゃあ、こんな感じでちょっとやってみましょう。まあ、ハルドロイドもね、使いつつやっていきましょう。クラウドサービス。さあ、ちゃちゃっとクリアしていきましょう。で、これは多分もうドロップキャラクター以外の報酬としては、特にこれっていうのはないよね。大丈夫だよね。まあいいや、じゃあこのままガンガンいきましょう。ストレージサーバー。じゃあせっかくだから、ハルドロイドもとりあえず出しながら、結構なかなかゆっくりなんだよな。思いのほか、すごいゆっくりなんだよ。多分、たどり着く間に多分ね、もう、終わっちゃうんですよね。はい。ということでございます。おんで、あ、じゃあ、おでんバンド。あ、すげえおでん食いて。すげえおでん食いたよ。もう最近狂ったように食ってるけど、未だに秋が来ないおでん。あれすごいね、マジで。もうこの時期はもうね、あれがないともう生きていけないよ、マジで。何のあれだよね、おでん報告だよ。まあいいや、じゃあ次行きまーす。ハイパーメディアクリエイター。そういえば今回に関しては久々のサブアカにはなりますけれども、そういえばなんかやらなくちゃいけないことが結構あったんだよな。それがちょっと思い出せないんで、また次回ね、それやろうかなとは思うんですけど、なんだったっけな。なんかでもいろいろね、やらなくちゃいけないことが結構あるんですよ。でもね、ほんわかでもやらなくちゃいけないことがあるんで、もうなかなか結構ちょっとね、でもね。そろそろメモになんか書いとこう、やること。インティライム。ちなみにこれはもう何ステージ目かな。そろそろもう終わりが近づいているんじゃないのかなとは思うんですけどね。もうステージ数何も数えてなかったんですけど、でも敵に関してはそんなに気少ないからね、気少ないから全然大丈夫かなと。まあそろそろなんかきついのが来てもいいんじゃないのかなとは思うんだけど、でもそれでも大丈夫ですね。まだこのムートのゴリ押しでなんとかなっておりますのでね。さあ、まだまだ参りましょう。オートクチュール。なるほど、数えてみたらこれが7つ目のステージなんで、次でラストでございますね。なので、そろそろ敵もきつくなってくるんじゃないのかわからんけれども、とりあえずそうだな、まあもうやることは変わらないからもうひたすらもうこんな感じ。あ、赤顔が来ましたね。お、 BGM が変わりました。ここでかよ。さ、最後のステージでこの BGM の方がいいんじゃないですか。それとも最後はもっとあれなのかな、 BGM がもっと違うのかな。まあいいや、よし、 OK。 あとはこれで大丈夫そうですね。よし、 OK。 さあ、じゃあ次いきますよ。サーターダギー。さあ、ラストステージでございます。もうなんか全然最後のステージっぽくない名前なんですけどね、もうむしろちょっとお腹空いてきたわ、マジで。もう最近やばいね、冬になってから食欲がマジでひどい、本当に。もう食ってもなんかね、もう腹減ってしまうからね、もうやめてもらいたい、マジで。いや、もうこの時期はね、もうダメだわ、やっぱり。もう食欲には抗いませんね。いいや、じゃあとりあえず、もうとりあえず行ってきましょう。さあ、ボス戦に関しては、ブンブンとか出てくるのかな。あ、やっぱ出てきたわ。やっぱそうか、そういう流れか。大体そうですもんね。はい、まあ大丈夫でしょう。ブンブンだったら大丈夫。もうね、ほら、クニオくんとね、もうとりあえず力がいるんで全然大丈夫だよ。今回かなり活躍してよ、このキャラクターたちが。だいぶ、あ、ムートが退場しました。ムートが退場したけど大丈夫。ドッジボールで多分ブンブンは倒せるんじゃないの。いけたね。はい、大丈夫そうでしたね。さすがドッジボールだよ。今回すげえな、大活躍でございます。よし、オッケー。ということで、じゃあとりあえず今回はこれぐらいしましょうか。ということで、猫館回収完了。はい、ということで今回はですね、こちら、期間限定コラボステージの方ですね、挑戦いたしました。まあ、ちょっと久々のサブアカだったんですけども、また近いうちですね、多分やらなくちゃいけないことが結構あるんで、その辺も、動画の方でやっていこうかなと思いますので、お楽しみにしていただければなと思います。ということで今回動画以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。